彼女が恋したのはアメリカからやってきた外国人。戸惑うこともあるけれど、それでも楽しく暮らしてます。そんな二人のほんわかラブストーリー、ダーリンは外国人。そういえばさ、日本に興味を持ったきっかけって何？僕、狂言見てお寿司食べたのがきっかけ。へえ。お寿司はね、一口食べたら別世界に連れて行かれたね。別世界ってどこですか？ということで、日本に住む外国人に聞きました。日本に興味を持ったきっかけは？学生の時、書籍に読んでた。日本のイメージが、女性みんな着物着ると男性たちは刀持って通りで歩いてると思ったけど、漢字読めたらモテるだろうなと思ってそれで来たんですけど、あんまり未だに実績は出てないですね。剣道、秩父剣道を始めました。好きな技は何ですか？あねえ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 奨学金もらってでサッカーしに来たんですよ。勉強しながらサッカーもやってたんですよ。サッカー選手です。そうですね、ひらめきかな、まあ、昔からあの日本 の, あのドラマとか小さい頃からもうずっと見てて、日本の女性優しいなと思ってちょっと、まあ、来て一回見てみたいから来ちゃう。日本に興味を持ったのは空手って人も多いんだよ。そうなんだ。礼に始まり礼に終わる、素晴らしい。